はい、こんにちは、こんばんは、たかです。金曜日に雇用統計がありました。まあ、当然大きなイベントでしたからね、注目はしていたわけですけども、この後の動きというのがかなり面白い動きをしていたと思います。これはもうチャートの方を見ていただいた方がわかりやすいかと思いますんでね、早速まあチャートの方から見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、4時間足に少々重ねています。ここ最近のドルってずっと強かったんですね。これ11週です。ずっと陽線になっていたわけですけども、まあ、今週ですね、ようやく一旦流れを止めました。途中まで強かったんですけどね、最終的には陰線ということで、まあ、上ひげつけた形になります。まあ、明らかに上値が重いということになってきますから、今後は調整局面、まあ、来週以降ですね、調整局面を意識して見ていくということになってくるわけですけども、まあ、調整ですからね、僕ならまずはもうレンジを強く疑います。そしてまあレンジができるんであれば、高安が見えてくるはずですよね。問題となるのがまあどれぐらいのレンジのサイズ感になってくるのかということになるわけですけども、ここに11週連続陽線というすごく大きなトレンドがあるわけですね。この動きに対してのまあ調整を見ていくことになるわけですから、それなりのサイズ感というのはやっぱり出てきます。フィボなんかを当てると分かりやすいかと思いますけども、まあ、こういった大きなトレンドに対して、例えばまあ今これ赤枠を囲いましたけども、これでも 23% 程度の押し、普段であればそんなに大した押しではないです。ただそれでもこれだけの大きなトレンドになってくると、これだけの値幅のサイズ感になってきてしまうんですね。ドルはすごく強いわけですからね、押し目買いを見ていこうと、何も問題はないわけですよね。ただこの押し、これがどこまで来るのかというのはね、ある程度こうイメージしておかないと、中途半端なところでこう買ってしまうと、思った以上にこう深い押しだなということになってしまいますんで、これだけの値幅になってくる可能性があるわけですからね、上から見ていくと、短期足見ていくと、短期的な下落トレンドが出てきてもおかしくないわけですから、まあ、いくらこうドルが強いって言っても、日によってはこうドルを売っていく場面っていうのもね、これは当然出てくるかと思います。まあ、11週連続、なんならまあ今週もずっと強かったわけですけどね、まあ、その動きが止められるぐらいの大きな売りが最後に入ったということになりますから、まあ、これはしっかりやっぱり考えていかないといけないと思いますね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。日足を見ていくと、まあ、結局水木金とずっとまあ売りが入ったということになりますけども、一泊だったのはこの金曜日ですかね。リバウンド入ってたんです。強い場面もあったんですけども、潰されてしまいました。これ、こういう統計があったんですね。内容もとても良かったと思います。当然まあドルもね、最初は初動は買われたんですけどね。ただ結局、終わりにかけて売りが強く入ってきてしまいました。さらに昨日こうバイデンさんも会見するというんで、何かも発表なんかがあるんかなという話もあったわけですけどね、まあ、これも特に何かあったというわけでもなかったわけで、するとまあこのドル売りというのはもう完全に出尽くしですよね。強くなってくるはずであろう環境の中でまあドルに売りが入ったということになります。このドル売りはかなり警戒してしまいますね。チャートの方を見ていくと、日足環境だとこのあたりにサポートは確か見えてきますよね。上昇トレンドの押しですから、まあ、こういうところは抵抗になりやすいとも思いますし、このあたりのレンジと見ていくのも間違いだと思わないですけども、まあ、相当上値が重い形がここに見えています。個人的にはもう抜けてきてもおかしくないのかなと。むしろ金曜日の動きを見る限りは、抜けていく動きというのをね、メインシナリオに考えていくことにもなるかなと。まあ、それぐらい、ドルの上値の重さというのは、来週はかなりこうしっかり見ていこうかとは思ってはいます。ただ難しいのが月曜日ですかね。月曜日、まずは日本なんですけども、こちらはまあお休みになりますね。加えてアメリカもコロンブスデーで、基本的にはお休みなんですけども、ただこのコロンブスデー少しややこしくて、週全体的にまあお休みというわけではないんですね。例えば株式市場なんかをこうやっていたりするんです。ただまあ債券なんかはお休みということで、まあ、普通に考えれば参加者はすごく少ない、監査相場にもなってくるかなと思いますから、まあ、もしかしたら月曜日は動いてこないかもですね。まあ、現在地を見ても安値圏、レンジの安値圏ですから、まあ、一旦の小さな調整は挟んでくるかもしれません。ただまあ目線としてはやっぱこう下への流れを見たいところです。本当は来週1週間ぐらいの流れ、これをイメージして、まあ、売りの流れを見ていこうかと思っていたんですけども、ただまた加えて難しいのが木曜日ですね。木曜日に CPI があります。今回のこの雇用統計も流れを変えるようなパワーが一つあったわけですけども、これ同じようなパワーが CPI にもあるかと思うんですね。次の FMC、 これが11月の1日にあるわけですけども、この FMC 向けてすごく大事な内容になってきますんでね、まあ、当然市場大注目ということになってきます。ですからまあ来週の相場に関しては、この CPI までの環境というのをひとまずまずは見ていくことになるかと思います。
まあ、個人的にはもうかなりこうドルの上値の差というのは見えてるかなと思いますから、この CPI までに、まあ、一つの決着というのはまあブレイクですね、こういった流れが出てきてもおかしくないかなと思ってはいますので、まあ、強くまあドル売りは意識しながら、来週は相場の方を追っていこうかと思います。まあ、現在地がレンジの安値圏ですからね、戻っての売りというのはまあちょっと難しくなってきてしまいましたので、安値圏で上値が重い場所をしっかり探していくと、小さな足場なんかをこう意識しながらこう売り場を探っていこうかと思います。相変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。この円指数もかなりまあ面白い動きというんですかね、インパクトある動きになったかなと思います。っていうのもこれ週足なんですけどね、今週のこの週足ものすごく長い上髭をつけています。まあ、完全にまあ潰されたという形になっていますけども、ただまあ週足陽線は陽線なんですね。なのでこう安値は更新してませんから、まだサポートは若干見えてはいるんですけども、ただまあこのあたり調整レンジ、まあ、明らかなレンジスパンになっているかと思いますけども、まあ上値が重かったということにはなってしまいますよね。これも火曜日ですかね、介入っぽい動きがありましたけども、結果的にまあこれが買いが続かなかったというのがまあ大きかったかなと。もともとチャートはすごく弱いわけですね。すごく弱い中で、上値の重さが見えてしまったわけです。まだサポートは割れていませんけれども、上を試して、上値が重かったといった形がしわしで見えてしまいましたんでね。少なくとも次はこう下を試す形は意識したいですし、下を試した結果、抜けてしまうということもこれは十分あり得ますので、まあ、来週はこの円の上値の重さはしっかり意識したいところですね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やし環境、これだとちょっと分かりにくいですからね、少しサイズの方小さく見ていこうかと思いますけども、これずっとレンジが続くんですね。もう1ヶ月以上、2ヶ月近くのレンジになっています。相当な期間のレンジになっていますから、ブレイクすれば、まあ、当然それなりのトレンドも出てきそうで、ただなかなかまあ抜けてこないんですね。下を今回試してダメで、その結果まあ上を試したけども、この上もダメで、今回またこう下を試すような形です。まあ、しわしの状況からもいつ抜けてきてもおかしくないですからね。まずはこの動きにしっかり備えないといけないですね。まだ安値圏での攻防ということにはなってくるかと思いますけども、安値圏だからと、それだけの理由でまあロングを見ていくには、まあ、ちょっと流れが悪いかなとも思いますね。ただまあ悩ましいのが月曜日、これ日本休みなんですね。アメリカもお休みということになってきますから、まあ、安値圏、まだブレイクもしてない、トレンドが生まれているわけではないですからね、このあたりで流れが止まってしまうかもしれません。まあ、すごく抵抗は出やすい場所ですからね、まあ、短期的な調整は意識はしておきたいと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。金曜日ですけども、まあ、雇用統計がありましたんでね、ドルの動きに注目をしていたわけですけども、まあ、ドルもかなりこう暴れましたけども、終わってみれば、目立った動きをしていたのが円ということで、まあ、やっぱりこの円の行ってこい、円の上値の重さというのが相当ですよね。特に今週はこの円のリバウンドというのもかなり僕は意識してたんですけどね、まあ、円買いの流れ、これが潰された形になってしまいましたんで、もともと円というのが弱かったですからね、こうなるとまあ円売りというのは強く意識はしていくことになると思います。まあ、火曜日にね、介入っぽい動きがありましたけども、まあ、これで円相場に関しては少し同意づいた動きになってしまったかなと。はい、そしてこちらが一月単位の通貨の強弱になります。10月まだ始まったところですからすごくデータは少ないですけどね、こうして見てもドル円がすごく強かったというのがわかりますけども、ただ潰されてしまってるんですね。ドルに関しては先月すごく強かった、この動きからまあ売りが入った状況、円に関しては先月もそんなに強くなかったわけでね、リバウンドが入っていたわけですけども、これが潰されてしまった。まあ、特にこの円相場に関しては上値の重さが明らかに出てますから、円買いというのは警戒はしたいですね。来週はもう当然、このドルや円の上値の重さというところは、しっかり見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、しわしを重ねています。ドル円、しわし環境で見ても久しぶりにまあ陰線が出ました。ずっと強かったんですけども、まあ、陰線が出たということになりますから、まあ、上値の重さがまあ今回で見えたことになりますね。まあ、ドルと同じように、ドル円に関しても来週以降は調整局面意識したいということになります。波の起点が138円とか9円あたりになってきます。現在150円近くになりますんでね、かなりまあ大きなトレンドだったというのがわかります。こういったのはフィボを当てるとサイズ感が見えてくるんじゃないかなと思います。今これ赤い枠を囲ってますけども、例えばまあ調整レンジを見ていくわけですけどね、これぐらいのサイズ感ぐらいはもう意識したいということになるわけですけども、まあ、フィボだと 23.6% の押しということになりますけども、まあ実際この 23% なんて全然大した押しではないですからね、ただもうこれだけの大きなトレンドがあった後の動きになってくると、ただ 23.6% の押しだったとしても値幅にするとまあ3円近くの押しになるんですね。
言い方を変えれば3円押したとしても環境は何も変わらないということになりますけども、ただまあ高値から3円下がってくればこれはそれなりのトレンドになってきます。まあ、実際こんな浅い押しじゃないかもしれないですね。もっと深い押し、例えばまあ 38.2% とか、このあたりまでの押しが出てくると、これは145円台まで突っ込んできてもおかしくないと。これだとまあ5円近くの下落ですよね。こういった動きになってくるかもしれません。チャートはすごく強いと思います。強いとは思いますけども、ただ売りの流れが出てきた際にはそれなりのトレンドになってきそうですからね。買っていく場合はもうこういった現在地の把握とか環境とか、こういったのはしっかり把握はしておきたいですね。ただこのドル円なんですけども、環境として気になるのが、今ドルも円もすごく上値が重いということなんですね。ドルが上値が重くなってくると、まあ、ドル売りになりますからね。当然まあドル円っていうのは下落の圧力がかかります。一方で円相場、こちらにまあ上値の重さが出てくると、まあ、円売りということになりますからね。ドル円っていうのは上昇圧力がかかるんですね。つまりまあドル高円高環境というのは、ドル円、下落と上昇が打ち消し合って動かないということもありそうで、今回このドル円に関してはもう上昇を止めたと、久しぶりにまあ止めましたんでね、当然まあその動きに今注目ということになりますし、150円というのは、これも大きな節目だと思いますんで、ぶつかって流れが止まったからもはい終わりでは済まないですね。当然まあ継続してこの150円というのは意識され続けるかと思います。ということで、この通貨の強弱とか、上位足のこの環境だけで見ていくんであれば、ドル円というのは来週からはすごくまあ難しいターンに入ってきたのかなと。流れが止まったからまあすぐに次は売りでしょうとはやっぱりならないと思うんですね。すごく難しい場面だと思いますね。はい、こちらが1時間足冷やし化されています。週足環境も流れを止めましたんでね、冷やし環境でもまあ調整は強く意識はしたいところですけども、流れを見ていくところ上昇に対して、調整局面、見ていくことにはなりそうですかね。短期的な、まあ、冷やしの高安はまあ一旦見えたかなと。高値が150円、安値が148円の50あたり、週足でも見えてましたけども、150円というのはね、今後強く意識され続けるそういった場所になってくるかなと思います。そしてまあ上位足で見てもすごく大きな上昇トレンドが見えていて、この流れも一旦止まったということになりますからね、この大きな150円を前にしての大きな調整も同時に見ていきたいと。ですからまあこういった小さなレンジだけでは済まないですね。もうワンセーズ大きな調整局面なんかもこう合わせて見ていかないといけないわけですけども、今こういった環境の中で小さなレンジを高値圏で作っていますから、まずはまあこれを見ていけばいいかなと思うんですけどね。ただ今のこの現在地がすごく悩ましいですね。赤いレンジのど真ん中ということで、週足を見ても日足を見ても調整局面というのがまあ強くこう意識されている中で、現在地盤はそのレンジの真ん中なんですね。レンジの真ん中から買いが入ってくるか売りが入ってくるか、もうこういったのを見極めるってもう本当に難しいと思います。まあこういったところからも今のドル円はすごく難しそうだという、そういった環境は見えてきますね。来週は木曜日に CPI を控えています。この CPI でまあ次の流れが見えてくるかもしれませんので、まあ、CPI まではこうあまり前向きにならなくてもいいのかなというふうに思いますね。まあ、ドル安を見ていくんなら、まあ、ドルその通貨を見ていけばいいと思いますし、円安を見ていくんならば、クロス線なんかを見た方が、まあ、流れは出てきやすくなるかなというふうに思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。まあ、短期足見てもこういったレンジが見えてるんでね、まずはこのレンジを見ていくということになってきそうですけども、まあ、今の現在地真ん中ですね、すごく抵抗も出てますから、意識はされていそうですよね。ただまあ真ん中ですから、ではこの位置から買いですか売りですかと聞かれても、これはもう正直わからないですね。どっちも全然あるかと思いますし、まあ、どの道もフラフラしてるだけかなというふうにも見えてもきます。ただまあこの通貨単独で見ていくと、ドルはやっぱりこう上値が重いと、円もまあ上値が重いということになってきそうですから、まあ、ドルの売りの流れ、円の売りの流れ、こういったのはいつ出てきてもおかしくないと思うんですね。ただまあこれをドル円に当てはめてしまうと、なかなかまあ動いてこないかもしれないということになりますんで、まあ、ドル円がこう動かないと思っているわけではなくてね、このドル円の環境がまあ悪いということになりますかね。なのでまあドルが動くと思うんであれば、もうドルストやっぱり見たいですしね、円が動くと思うんであればクロス円に注目をしていく方がまあ来週はいいのかなと。ただまあこれも CPI までですからね、 CPI 以降は環境の方も変わってくるかもしれませんので、そこは改めて相場の方は見ていきたいと思います。ひとまずドル円に関しては、週足環境のすごく強い上昇トレンドが、まあ、一旦止められてしまった、150円に大きな壁が見えたという点は押さえておきたいですね。
相変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 4時間足に週足を重ねています。金曜日にかなりまあリバウンドが強く入ってきました。とはいえですけどもね、下落トレンドははっきり見えています。一旦流れが止まったと見ていくんなら、まあこのあたりのサポートも同時に見ていくことになるんですかね。下落の流れ、まあ、強く出てますけども、まあ、サポートも今回ようやく見えてきたということになります。ただまあこれだけをもって波の反転まで見ていけるかというと、そこは難しいんじゃないかなと。あとはこの買いが入ったタイミングというのが、ドルに大きな売りが入ったタイミングとも一致してますからね。ドルとの逆相関という環境は、まあ、強く意識していくことにもなりそうですかね。はい、こちらが1時間足冷え性を重ねています。まあ、相当な売りのトレンドだったと思いますけども、まあ、この動きが一旦止められたということになります。調整局面見ていきたいですね。まあ、大きな下落トレンドでしたから、調整の動きになってくるんならそれなりのサイズ感を意識したいと。結構大きなリバウンド入りましたけどもね、まあ、この環境を見ていけば、この戻りもまたなるリバウンドにまだ過ぎないかなとも思います。ですからまあ戻り売りを見ていくというのも全然問題ないと思いますけども、ただ問題はサイズ感ですね。この下がったり上がったりという値動きをまあ調整局面として見ていくことになるわけだと思うんですけどね。まあそれなりの値幅になってきそうですからね。この動きにしっかり対処はしていかないといけないということにもなっておきそうです。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 4時間足に週足を重ねています。週足環境で見ていくと下髭長い形についてますから、少し底堅い動きは見えてはいるんですけども、ただ戻りきれてないですかね。このあたり終値ベースで見ていくと安値は更新してきています。週足は陰線なんですね。するとまあ下落トレンドがまあ見えてしまったということになりますから、戻りがあれば戻りは叩きたいということにもなってきます。週足環境で見ていけば、下髭は気にはなりますけども、まだまだまあ売りは強い状況変わらずということになります。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。まあ、これを踏まえて冷やし環境見ていくと、下落トレンド流れが止まって、まあ調整局面ですかね、調整レンジを意識したいということになります。今戻りが強く入ってきてますからね、まあ、売りを見ていくにしてもまだタイミングは早いかもですね。ただまあどこかでこう上値が重い状況出てくれば、流れは下を向いているかと思いますから、まあ、引き続き戻り売りは見たいということになってきそうで、来週も売り場探しになってきますかね。波の起点がこのあたり32,500円あたりを見ていますので、このあたりを抜けてくると、まあ、環境の方が変わってきそうですけども、まだ距離もありますからね。引き続きまあ売り場を探るということにはなってきそうです。はい、変わりましてこちらが金の CFD 4時間足に週足を重ねています。このゴールドに関してはちょっとこう上値が重いですね。まあ週足環境見ていくとサポート終わっていますから、まあ、当たり前といえば当たり前かもしれません。下落トレンド見れますね。週足を見ていくと陰線ということで、なかなかまあリバウンドも入ってないような状況です。はい、こちらが1時間足冷え性を重ねています。金曜日こそまあリバウンド入ってますけどもね、その前のこの大きな下落トレンド、この売りの流れに対しての調整局面見ていこうと思えば、大した戻りではないというのも分かりますね。まあ、言い方を変えれば、まだ上げ余地があるということにもなりますから、これをロングで見ていくというのも一つのアイデアとしてはいいと思うんですけども、ただまあ完全に流れはやっぱり下を向いてると思いますね。かなりまあ売りが強い状況というのは変わっていないですから、メインシナリオとしてこの戻り寄り、これは変わらず見ていくことにはなるかなと。ただまあサイズ感ですね、そこだけまあ注意はして見ていくことにはなりそうです。はい、ということで、まずはドル円ですけども、まあ、ドル円かなり難しい状況になってしまいましたかね。まずはこういったレンジが見えています。まあシンプルにまあ冷やしレンジのど真ん中ということで、これだけを見てもまあすごくやりにくい相場だと思います。そして重要な高値安値、まあ、一つが150円ですね。もう一つがまあ下のサポートとして147円の真ん中あたりを今は見ています。ですから今できているレンジというのが少し小さいんですね。今回同時に週足環境でも流れを止めてきての調整局面という形が見てきてますからね。もう合わせず大きな調整レンジなんかも同時に見ていかないといけない状況が出ていますから、まあ、このあたりも難しさに拍車をかけている部分あるかなと思います。まあ、シンプルに考えていけば、今週はフラフラした値動きがすごく出てきそうだということになりますから、まあ、あまりこう前のめりにならずに見ていこうかということになりますかね。来週の木曜日、に CPI がありますから、まあ、これで一つ決着ということになればいいんですけども、まあ、これがどうなるかですね。あとはドルインデックスですね。こちらもまあレンジという形は見えてはいるんですけども、金曜日のこの上髭、まあ、これを見る限りはまだこのドル売りの流れは止まっていないように思います。まあ、今の位置はレンジの安値圏ですから、まあ、月曜日はアメリカ、日本、まともにお休みということになりますから、まあ、もしかしたら動いてこないかも、参加者も少なそうですからね、まあ、あまりこう動きに期待はできないかもしれませんけども、まあ、来週 CPI があります。木曜日までにまあ一旦抜けてくるとか、まあ、そういった何かしらこう動きはあってもおかしくないのかなと。
安値県ではあると思いますけども、安値県というだけを理由に買っていくにはちょっと流れが悪そうですね。僕はドルの上値の重さは見ていきたいと思います。ですから、まあ決してこうドルが動かないと、そういう環境ではないと思うんですね。むしろまあドルも今よく動いてきそうですから、ドル円だけではなくて、まあドル層の通貨であったりとか、黒線の通貨であったりとか、このあたりもしっかり見ていきたいですね。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっていますので、参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。